はい、こんばんは、村岡正成です。今日はね、おかっぱレシーバスに行きました。僕は川です。今日はね、12月31日ですね。今ちょうど31日になったぐらいですかね。日付変わったところで、今日釣り納めかなって感じの日だったんですけど、本当はね、夜8時ぐらいから出て干潟の方に行って大きい魚ね釣って締めるっていうのが、ここ数年ずっとそんな感じだったんですけど、ちょっと今日の午後突然家庭的な事情で自分が子供の面倒見ることになったんで、ようやく出てきたタイミングです。で、まあもう干潟はね、再干潮、今日1時半ぐらいが干潮で、まあ、12時出たとこでもう何もできないなってことで川に行きました。で、ここから干潮潮止まりと下潮ですかね、ちょっと狙ってやってみようかなと思います。で、どこ行くか考えたんだけど、まあ、明暗もね、もういいかなって、もうさ、昔よ、散々ね、明暗やってて、20代、30代はもう、ひたすらね、やっぱ、明暗取れたら明暗入るって感じでやってたんですけど、明暗楽しいんですけど、やっぱりね、まあ、下手したら一番近く釣ったんで、まあ、明暗はいいかなっていう。で、最近ボートでもね、やっぱ、魚出ないと明暗いっちゃったりするんで、今日あえて、オープンエリアで釣り納めしようと思います。まあ、釣れないかもしんないけど、出れば一発出ると思う。場所でやってみようかなということで行ってみます。タップ紹介ですね。本当はナイトホークにしたかったけど、干潟に行く準備をしてたんで、ハイローラーです。 103ml レピートですね。エグジストの4000番、今日もロギアレピーガートレーシーバスパーゲーム1号でリーダー20ポンド先発ね、アイザーで行きたいと思います。頑張ってみます。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。ちょっとライトつけっぱ不安だけど行きましょう。まだ下げ残り効いてると思うんで、あ、まだ全然流れてますね。いや、もう2023年いい感じでしたね。本当楽しく1年過ごさせていただきました。皆様いかがだったでしょうか。今年ね、結局夏がね、長くて暑くて、この冬もね、気温が高かったですね。だから寒くなったとは言っても、10年ぐらい前とかの寒さの日じゃない朝でしたね。とっても暖かい冬です、今のところは。なのでね、魚の雰囲気もだいぶ違ってて、もうベイトが落ちてないし、だからスズキもなんかアフターもいるんですけど、結構まだどっちなんだろうっていうぐらいね、コンディション良さそうなのもね、来たりしますね。さすがにもう落ちハゼの季節かなっていうパターンもね、こんな感じなんですけど、ハゼはね、もうやっぱ大きくなってて20センチぐらいかな、感じに育っております。で、深場でじっとしてるので、まあ、そういった深場でじっとしてるようなとこに、スズキもね、じっとしてるんですよね。特にアフターの産卵終わって戻ってきたスズキは。で、今はちょっと、まず表層をね、シャローランナーで流して。でね、ちょっと今、アイザー5分ほど投げたんですけど、予想通りいないので、表層で出るのはね、もうボトム狙いに切り替えていきます。マネージ6号ですね。まだね、干潮まで、あと1時間ぐらいあるのかな。ちょうど1時間ですね、干潮の時刻まで。で、結構重心は流れてて、多分そこそこ、完全な潮止まりはスネコンとかが強いんですけど、潮がね、走ってる間は、やっぱ沈んでいかないんで、バイブレーションか、ワームですね、ジョルティか、マネージってか。ライトつけてるんで、ちょっと引いたところがありますね。釣り人がいない。だいたい今投げた先で水深は 1.5 ぐらいですね。こうやって海底のゴミ、腐った草とかをね、拾ってきます。ちょっと6号じゃ重いかなって、今5頭ほどして思ったんだけど、まあ、投げて、開いて、沈めて、ドムに触った辺からちょっとロット立てて、でここで極力ふわふわさせたいですね。で、まあバイブレーションで6号だってこんなもんだったら50でもいいし、まあ、スネコンか、うん、結構落ちハゼパターンってでかいルアーの方が来るんで、ブルーイン140なんかもいいかなって今考えてます。ちょっとその辺に使いようかなって思いながら、とりあえずちょっとこの冬最初ここ来たんで地形チェックですね。
ね、ボトム触りながら極力ゆっくり、本当はこれぐらいゆっくり待ちたいです。ローギアでこれぐらいで、これだとバイブレーションが横に倒れちゃう、遅すぎて、立った状態で弾けてこれぐらいですかね。これで出なくもないけどね、まあ、本当はもうちょっくりしたいんで、あようかなっていう感じで。ナレージュ、味が効いてからですかね。80で入れます。まあ、ナレージュ65だとボトムにね、触りすぎる。もっとゆっくり弾きたいけど、重すぎるんで、だいたい水深1から 1.3 とか、そんぐらいなんで、ゼッパーデッドスローでボトム触るか触らないかぐらいだと思うんですよね。だからちょうどいいんじゃないかなと。最初から巻いてって、ゼッパーの使い方はもう簡単で、早く巻くとブルブルブルっていうじゃないですか。それが感じられないギリギリ、なんとなくコトコトかドゥユードゥユーか、ボトルの、ね、先端になんとなく衝撃を、上のアクションを感じるぐらいゆっくり、はい、で、案の定やっぱリトリーブ途中からボトルも触るんで、触ったらちょっと目がかりは避けたいんで、ちょっと早く巻くぐらい。チャージパターンの時期ですね。カーバチが始まるまであと1潮か2潮ってとこなんで、でまあカーバチの時もカーバチが出てる時は上ずりますけど、それ以外は落ちはずパターンなので、ね、チャージをどうやって攻略するか、引き出し持ってる人は冬でもね結構コンスタントに魚出せるんですけど、まあ、最初の肝はカズはねやっぱボトムにいるんで、でどこにいるのっていうと、まあ、実際投げ釣りすると分かるんですけど、どこでやっても釣れるんですよ、落ち外って。でよく釣れるのはやっぱ深いところ、川の流心の中だったりですね。で可能なら流心と同じような深さで水が止まってるところにね魚は結構溜まってるんで、航路の支流側だったり、なんか人工的に掘ったようなね、そういう地形水路だったりで、深かったら結構魚います。で、まあ、餌釣りのおじさんたちなんかに聞くのが一番間違いないですかね。まあ、自分が餌釣りやれば間違いないと思います。でそういった場所を、ボトムにいる魚なんで同じレンジだから、結局そこギリギリをねでは引かないといけないんで、やっぱ断然やりやすいのは干潮時ですね。で干潮の引き切った引き切るちょっと前とか、引いてからちょいだけがしずしず上がっているような時間、流れがほとんどないような時間なんかが、そこ付近をゆっくりルアー引けるんで、断然落ち外でね魚が出しやすい地合いだと思います。で冬はですね、それが真夜中やってくるんですね。日中にね大きく潮が引くことがないのが冬ですね。だから寒さとの戦いになるし、まあ、意外と動かない釣りなんで、しんしんとね冷えてくるんで、今日みたいに風の弱い夜なんかがやっぱいいですね。ゆっくりやるんで風ビュービューだとねめちゃくちゃ辛いです。そういった時は明暗とか行って、まあ、多少ねこう流れについてるような、ね、魚を狙ってった方がまだ可能性高いんですけど、静かな夜はそこ付近で、なるべく硬いですね。いやゴロタの駆け上がりの落ちたとこが泥とか、そういったやっぱ硬いとこ好きなんですよね。だからそういう硬いとこの駆け上がりとか、まあ、勝ち背でもいいですね。勝ち背の駆け上がりの下の方とか、ただ勝ち背はやっぱ引っかかっちゃうんで、自分はゴロタ周り、それからサデーで、浚渫したりしたような感じ、あっちはな、が好きですかね。そういった場所なんかよくやりますね。基本的には底付近をなるべく水平に、そこから20センチぐらい上をスーッと泳ぐようなルアーを用意できればどんなもんでも食うかなっていうぐらいの感じ。ただその底付近をスーッと横に引けるのが難しいので、でそれそのところどころとかその時のね潮位で変わるんですね。だから今ここは投げた先が 1.5 ぐらいあって、まあ、ちょっと巻くと 1.2 ぐらいから駆け上がり入るんですけど、
まあ、そこの 1.2 で今ゼッパー80投げてて、でちょうどこうゆっくりレンジリップで水掴んで潜っていきながら入れて1メーターぐらいで、この状態でこれぐらいゆっくりですね、出ろと。ローディアです。ローディアでゆっくり駆け上がりの上をスーッと横に通す。そうするとドンっていうか、ちょっと弱々しくゴンと食ったらしますって感じですかね。これパセルとレンジドンピシャです。ちょっと入れたらすぐボトムに触るんで、そこから10センチぐらい上を、いわゆるクスピードで、ね、引けてますんで、魚が入ってればいいけど。先週1回行ってそんなに引かない日だったんですけど、1回行ってで、ちょっとね、地形も秋からぐわっと、一回すごい風が吹いたのかな。それで、風が吹いて崩れたのと、吹かないでだらけたというのかな。そんな感じで、ちょっとね、こう、例年に比べると、自分がそのよく行くとか、メリハリがない状態なんですけど、ないなりの変化を見つけて、こういったとこだろうなってとこで出せたんですね。それをね、ちょっとドンピシャの調理で言ったらすげえんじゃないかと思ってたんですけど、ゴミが気になる。風でね、飛んだ場合もあるかもしれませんけどね。私もが捨てさせていただきます。風が出てきました。寒い。それでもね、ああ魚触った。わあ、スズキに触りましたね。食ったんじゃなくて。ボトムにいるなー。ぼーっとしてますね。どついてしまった。さあ、だいぶ水が止まってきた。水が止まったところで風が吹き出して、やりづらさはむしろ増してきたよ。うわあ、何だろう。浅瀬にいたイナコが潮止まり30分前かな、30分前で沖に出てきましたね。なんでだ、まだいられる潮位なんだけど、あのライズはしてないけど、ちょっと嫌がってる感もありますよね。こう行ってみますか。みんな大好きピンクバックデカレンズフォロー。中はグローが入っております。まずちょっと表層ね、パニックアクション目にイナッコにレンジ合わせてちょっと動かしていきます。チップで軽く弾くぐらいで、スネコはあのただ巻きでもね SGA が来る側なんで、こうヒュインヒュインヒュインってやるぐらいで、結構右に左に頭をね、向ける。左右にこうパニックアクションで逃げ惑う感じが出せれば。で、まあもう、どうやっても表層出てくると思うんで。鈴木ついてそうだけどな。はい、じゃあ食わなかったの。今度通常にまた。スネコンも、ちょっと、そこにね、ボトムに当てに行く感じで、沈める時間をうまく使って巻いていくと1メーターぐらいはレンジ入れられるんで、ちょうど今の状態のそこギリギリレンジ入ると思います。新品はね、とても根掛かりしやすいルアーなんで、そこにつけない方がいいですね。バイブレーションナレジなんかね、根掛かりづらいんで、ナレジで地形把握しておいて、そこのナレジで 1.3 って判断したら1メーターぐらいをずっと引く。あ、ね、もういっぱい釣りしたいですね。まあ、このね、おかっぱりシーバスっていうのが自分の原点ではあるんだけど、2023年はすごい少なかったですね。なかなか昨今、YouTube 回しながらこうやって釣り行くときが多かったので、そうするとね、場所バレっていうのかな、場所の公開問題っていうのがどうしても付きまとっちゃうので、まあいろんな考えがあっていいと思うんですけど、まあ、自分みたいなね立場の人間は、まあ、当然見てもらって、あ、こうやって釣るんだとか、これで釣れるんだとか、ここで釣れるんだとかね、そういうので
行ってもらわないといけない立場なんで、ね、そのここで釣れるんだってとかやっぱまあ昨今ね取り扱いは注意なんだろうなっていうのはもちろん認識があって、でそれでまあボート主体にはなっちゃうんですね。あの出すなら出すでも出さざるを得ないっていうのも変ですけど、例えばバトルとかで勝つってことをね目の前にして一生懸命やってる時なんかは、まあ、多少ねこうそこは、まあ、それでもだいぶ配慮しながらなんですけど、そういう感じでやらせてもらう時もあるし、でも普段のねこういう自分でブツブツ喋ってこの時だったらどこでもできるんだったらボートでもいいのかなとかね、まあ、最近はいろんな YouTube の人 YouTuber の人がなんかさらに増えて、結構ねあのワンオクのポイントが普通に出てるので、まあブログがやっぱ昔そうだったんですね。ブログの写真で出すなよ出すなよみたいな感じでしたけど、まあみんなが書くからたくさん情報が出るとまあどこかに集中してねダメになっちゃうとかそういうのもなかったりするんで、まあそんなわけでちょっとねおかっぱりは少なかったです。でねこういうオフシーズンになるとまあ人が減るのでもうがっぱりばっかり。てかボートの夜のボートはほんと寒いんで、おかっぱりより寒いんですよボート。息が真っ白、いないかな、いそうだけどね。ヒーターこんなに引くんだな、すげえな。はい、じゃあスネコン90に変えていきます。今ね、今最干潮の時間なんで、ドンピシャですね。下げ止まりまででワンバイトも出なかったら、ちょっと場所を変えますかね。ハゼも絶対いると思いますけど、ハゼが引っかかってくること、ほとんどないんで。今年は寒さが緩むのもね、早そうですね。年始はスキー旅行、家族で計画してたんですけど、今日問い合わせたらメインゲレンデが人工降雪機でオープンしてるだけで山の方はちょっとダメで、そういった話で週間予報見ても全然日中5度とか6度の天気予報だったんで、降っても溶けちゃうような感じだからダメだっていうんでキャンセルをして、まあ別のとこでね楽しもうってことになりました。それぐらい暖かい冬ですね。海の中もね確実にやっぱり南の魚がどんどん北に上がってきてて、ホタルイとかねめちゃくちゃ増えてますよね。ホタタチウオで冷水性のねカレイとかアイナメとか、カレイギリギリいますけどアイナメなんか全然東京に見なくなりましたしね。今年の夏、北海道でシーバス狙い行ったんですけど、鳥山立ってて、釣っても釣ってもブリみたいな感じで、それはそれで楽しかったんですが、まあ、ブリがね、なんかそんだけ北海道でね、当たり前のように釣れるのも、まあ昔から釣れてたのかもしれないですけどね、暖かくなってるのかなって思うし、あの場所で、なんか11月はサワラが大フィーバーだったらしくて、サワラですよ、サワラ。11月に。まあ、それもわかんないです。もしかしたら昔からああ11月あの辺は釣れんだよって話かもしれないけど、一見それだけ聞くと11月の北海道でサワラフィーバーってええって感じですよね。長めだ食ってくんない、また鈴木に触った。560センチぐらいのがいますかね。まあもちろん他の魚である可能性もあるんですけど、コイとかねウグイとかニゴイとか、まあ、大抵鈴木なんですよね。あげで食うかな、あげは別のとこでやろうかな。あ、ライズした。写真なんか撮ってる場合じゃない今ライズしたね、シュッて出たね。レーズも収まったぞっていう、釣り収めだぞっていう写真を撮ろうと。ここで抱っこに出てるな、違いないライズを聞いちゃったから、ライザーですかね。はい、ライザーでいきます。ファイナルビアですね。1匹2匹
スズキは2匹合いますね。人も通せないとこにいるんだよな。今のライズのとこはもうね、手前10メーターぐらい干上がってて通せなくはないんだけど、回収するのめちゃくちゃ大変という。鳥の前だよな。さあ、干潮でね、シャローにいられなくなったイナッコが一回駆け上がりの上まで出てますから、それに今一発スズキが食ってましたね、バコーンとね。ちょっと落ちハゼパターンを想定してそういうルアーばっかり持ってきちゃったんですけど、アイザー125なら。作った。よし、これ上にいた。立ち上がりの真上でしたね。よっしゃ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 。引く引く。60。あれ一歩、あれ一歩。よかった、これで帰れるぞ。バラさなければ。よし。よっしゃ。よいしょ。もう綺麗な。アフター。アイザーでしたね。しゃあ。しゃあしゃあしゃあ。終わりましたよ。お疲れ様。ウイを追って正解でしたね。さて、あれから10分ぐらいやったんですけど、反応ないので、投げ出すとなんかハゼパターンもね、そのタイミングいいんですけど、ちょっと詐欺試合で一発もバイト取れなかったので、イナッコがねそんだけいてってなると、ちょっと組み立て直して移動してみようと思います。はい、ってなわけで戻ってきました。もう一箇所入ったんですけど、ちょっと見事に車にカメラを設置してしまって、30分ほどやったんだけど、そこはね、ちょっとまだ浅かったですね。今日だいぶ引いてたんで、ここからあと3、40分待てば、ワンチャンスあるかなと思ったんだけど、眠くなってきたんで、これ、朝の4時です。ということで、今回の動画を終わりたいと思います。お疲れ様でした。